のスピーチ、そして5組のアーティストの発表があります。どうぞ皆さん楽しんで、最後まで楽しんで、ウォークの方にも皆さんで一緒に行きたいと思います。どうぞお願いします。私も子供3人いまして、この本当に日本どうなっていくのかなっていう中で、心配な中で絶対に命守っていこう、そういう決意でいつも日々頑張っています。そんな願い込めて愛がいっぱいの今日の一日にしたいと思います。皆さん一緒に楽しみましょう。お願いします。今日は、後ろに福島からやってきた女たち、それから昨年の5月の、上野の水上音楽堂で行った女たち命の大行進 in 東京でスタッフを担ってくれた女たちと一緒に登壇をしています。どうしてそういうことをしたかと言いますと、先週もですね、鹿児島で女たちが集会を開いてくれています。福島、そして東京、関東、そして鹿児島と女たちがどんどんつながって広がりつつあります。でその、今回ですね、京都で行って、スタッフを担ってくださっている女たち、そして今日ここに来ている女たちにしっかりとこのつながったパワーを手渡したいと思いまして、そして皆さんとここに登壇しています。紹介いたします。福島の女たちです。それから昨年のスタッフの女たちです。で今日までこの命の大行進の準備を丁寧にしてくださった京都の避難者の女たちですね。去年、今年は、来年は、京都でこの女たちの大行進をやりたいというふうに言ってくださって本当に嬉しかったです。丁寧に丁寧に今日まで準備を重ねてくれたおかげで、今日この大きな集会がここに花開くことになったと思います。本当にスタッフの皆さんありがとうございます。さて、福島原発事故から5年を迎えた福島は、海への汚染水漏洩、どこにあるかわからない溶け落ちた核燃料、おびただしい放射性物質が付着した瓦礫と困難な問題に苛まれ、収束のめどは全く立っていません。その中で1日7000人の作業員は危険な被曝労働と搾取の中にいます。さらに労働力の確保のために被曝線量限度が引き上げられようとしています。一方で国は除染、帰還、復興という路線を敷き、まだ線量の高い地域に人々を返しています。流布される放射能安全キャンペーンは不安や苦しさを声に出すことを難しくさせています。帰還困難区域を通る国道6号線が開通し、車中でも毎時4から7マイクロシーベルトの地域をたくさんの車が行き交っています。莫大な復興予算を投入した除染や放射性ごみを原用化するという焼却炉の建設は、原発を作ってきた大手ゼネコン会社が受注して再び儲けるという利権構造の繰り返しの中で進められています。子どもたちの甲状腺がんは増え続けていますが、原発事故とは関係がないと断定されています。被爆低減への模索は若者や子どもたちの将来の健康影響や差別のリスクを増やすことになります。納得のいく賠償はされず、生活再建の見通しもつかず、避難先でひっそりと亡くなっていく人々が大勢います。自主避難は生活の困窮と離れ離れの悲しみと疲れを増大させます。いまだに誰一人事故の刑事事件を問われず、事故の真相も明らかにならないのに、原発の再稼働が叫ばれ、他国への原発輸出が進められています。福島を見ていると、日本という国家の在り方が見えてきます。原発核の問題は戦争法案や差別の問題と同じ根っこでつながっています。この絶望ともいえる世界で、私たち女たちは
一体私たち女たちの役割は一体何だろうと考えてみます。やばいやろ、私。